仙台1校と2校の伝統行事、硬式野球部の定期戦が今週末に行われます。4年ぶりに声を出して応援できる試合を前に、生徒たちがエールを交換しました。エスコラ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 。仙台1校と仙台2校は毎年硬式野球部の定期戦を行っていて、今年で78回目です。今日は両校の応援団と生徒およそ1400人が伝統の定期戦を PR するため仙台市内を行進しました。こちらは仙台2校の生徒たちです。去年はコロナ禍ということもあり、声は出さずに録音した音声を流して行進したんですが、今年は4年ぶりに声出しが解禁され、この気迫あふれる掛け声で行進しています。およそ2時間の大行進の末、生徒たちは青葉区の西公園に集まり、互いの健闘を祈ってエールを送り合いました。これまでの対戦成績は、仙台1校が34勝、仙台2校が32勝で、1校が2連勝しています。定期戦は13日午後1時から楽天モバイルパーク宮城で行われます。今日の行進に参加した3年生は、コロナ禍で今まで行事に参加できなかったので、みんなと仮装して盛り上がれて嬉しいと話していました。そして今年の定期戦は新型コロナの5類引き下げを受けて、4年ぶりに入場制限をなくし、声出しの応援も解禁されます。